強い。手間のかかる人ですね。みんなありがとう。助かった。それでは再会を祝して乾杯。それはあれを倒してからだろう。え、だけど簡単には倒せないよ。アスベル、これラムダの力。気を引き締めていくぞ。風神ステイ中を返す。鳳凰天球だ。このままで終了。乱風戦鳳凰天球。風神ステイ中を返す。風神ステイ中を返す。さらばだ。どうにか片付いたか。しかしここにもですか。みんなはもうあれを経験済みだったの？ウィンドルの地下遺跡で出会った。ラムダの力がなければ危なかった。ラムダ、目が覚めたの？ああ、そのようだ。まあ結果的に役に立ってるからいいのかな。ラムダの力はかなり効いてるみたいだしね。突然モンスターが変質して僕たちも困惑している。何か分かったことがあるなら教えてもらえないだろうか。この手の生っぽいのは私専門外なんだ。お姉ちゃんに聞いた方がいいよ。フーリーさんは今どこに？最近までは研究所に詰めてたんだけど、そろそろ里に戻ってると思うからアンマルチアの里に帰ろっか。私もみんなに話したいことあるし。アスベルの中のラムダが。ソフィ、どうしたの？安心しろ。前のようにはならないから。俺はお前と戦ったりしない。大丈夫だ、ソフィ。久しぶり。はあ、久々に里でゆっくりできると思ったら、これはまた随分と賑やかな団体様の到着だこと。あのね、お姉ちゃん、ちょっとお姉ちゃんの知恵を貸してほしいんだ。私の？モンスターの変質に関しては状況や環境に適応するための突然変異の可能性が高いわね。それはどういうことですか？元来生物には種を保存するメカニズムが備わっているのよ。極寒の地に生息する生き物も最初から寒さに適した体を持っていたわけではないわ。外敵の少ない土地に移り住み、その地方に適応した形に種を進化させていった結果なの。それと同じことがモンスターにも起こったと。今回の場合は人という外敵に対しモンスターの生存本能が個体に進化を促したってところかしら。待ってください。それは俺たち人間の存在がモンスターを強くしたってことですか？今そう説明したつもりだけど、ま、あくまで仮説だけどね。だけどさ、お姉ちゃん、さすがに進化が急速すぎない？そうね。本来何世代もかけて徐々に変化していくものだから。だけど昔からバルキネス・クリアスのそばでは生物の突然変異は多数起こっているわ。何か外からの干渉があれば
進化の確率は増すということよ。他にもラスタリアやラムダのような存在が影響を与える可能性は高い。ラムダが元凶とは考えられないかしら。それはない。言い切ったな。なぜないと言える？我の力を見くびっているのか？そうじゃない。俺はお前と生きると決めたんだ。信じるのは当たり前だ。信じる？だと？さっきだって俺を助けようとしたからお前は力を貸してくれたんだろ。たとえそうだとしても、貴様が宿主だからだ。我を内に封じたからといって、簡単に制せると思うのは傲慢な考えだ。制せるなんて思ってない。ただ、お前のおかげで、なんとか危機を脱することができた。レイガーまだだったよな。ありがとう、ラムダ。くだらん。ラムダの影響なのかはわからないけど、あのモンスターからラムダの力は感じなかった。だとすると原因はあっちかな。フォドラ、私がみんなを呼んだのってフォドラの様子がおかしいからなんだよ。気づいたのはポアソンとバー様なんだけどね。里のみんなとフォドラの観測を進めてたんだよ。そしたら2ヶ月ほど前から地表からエリスが漏れ出している場所があるのが分かったんだ。つまり活動を休止していたはずのフォドラの核が動いてるってこと？もしかするとフォドラの核がモンスターに進化を促したのかも。フォドラの核があらゆる生命の元であるのならその可能性は否定できないわ。さすがお姉ちゃん、やっぱ頼りになる。というわけでフォドラに調べに行きたいからシャトル貸して。調査に行けば何かわかるのか？ここにいるよりはいろいろと分かってくると思うよ。なら、俺たちもフォドラの調査に行こう。その前に、ストラタのバルキニス・クリアスは大丈夫？進化したモンスターが出たのって、全部バルキニス・クリアスの近くだからさ。大統領閣下に気をつけるよう、伝えておいた方がいいだろうね。ストラタへも報告をしないと。僕が行ってきます。大統領閣下に会うのは少々気まずいですが。ヒューバート、どうした？なんでもないです。俺たちも一緒に行くよ。一人で行くよりは心強いだろ。足手まといにならないよう頼みますよ。
ソフィどうしたの？言いたいことがあるのなら我慢しないで言っていいのよ。パスカル、私、人になりたい。今でも十分人じゃん。ちょっと体の作りが違うってだけだよ。ううん、みんなと私は全然違う。アスベルもシェリアもユーバートもリチャードも教官もパスカルもいつかいなくなる。だけど私は、私も人になれたらみんなに置いていかれない？どうしたら人になれるの？教えて、アスベル。それは、そうだよね、無理だよね。涙出ない。とても悲しくても、私はみんなみたいに泣けないんだね。私もみんなと一緒がよかった。アスベルがお父さんで、シェリアがお母さんで、みんなのいるお家に人の子として生まれたかった。アスベル、こんな状態のソフィーを連れていくのはどうなんだろう。アスベル、私ソフィーとここに残るわ。ソフィーの気持ちが落ち着くまでは長旅をさせるのは無理だもの。私も残るよ。里で少し気分転換させてあげたいしね。兄さんはどうしますか？今は少し離れて考えた方がいいかもな。わかりました。俺もストラタへ行きます。では男4人でストラタに行くとするか。シェリア、ソフィーのこと頼む。ラムダの残したモンスターが例のモンスターに従えられている。フーリーへの予感は的中していたのか。よし、やるぞ。皆さんの本気に期待します。楽勝楽勝。どうにか片付いたようですね。しかし、こうも続くとなると原因を取り除くことを急いだ方がいいな。ええ、これ以上数が増える前に事態を解決する必要があるでしょう。アンマルチア族の里に戻ってパスカルたちと合流しよう。ありがとう、リチャード。とても疲れているように見えるが、
ラムダの力をそんなに使って大丈夫なのか。慣れていないだけだ、大丈夫さ。それにラムダは俺を支配しようと力を貸しているわけじゃないと思う。ラムダがそう言ったのか。いや、俺がそう信じているんだ。アスベル、君はどうしてそんなに強くいられるんだ。強くなんかないさ。むしろ弱いからこそ信じるのかもしれないけど、どんなに信じていてもどうしようもないこともあるんだよな。子供の頃、俺もソフィーと同じく、みんなとずっと一緒にいられると心のどこかで思っていたけど、それはいつか終わる。俺たちが人である以上は必ず。アスベル、どんなに信じても願ってもそれだけはどうしようもないんだ。だから俺はソフィーに何と言ってやればいいかわからないんだ。おかえり。ストラタは大丈夫だった？とりあえず発生したモンスターを倒してきましたが、今後もモンスターが発生しないという保証はどこにもありません。やはり原因を叩かないと。そうだね、早いとこホドランに行かないと。ソフィー、ごめんな。ずっと一緒にいてやる約束ができなくて、俺はお前より先に死んでしまう。けれどお前と一緒に考えたり悩む時間くらいは十分にある。一緒に、俺はこれからお前と親子として一緒に考えていこうと思ってる。ソフィー・ラント、これからはこれがお前の名前だ。ソフィー・ラント、お前は今日から俺の本当の家族になるんだ。ソフィーを正式にラント家の子として迎えるということか。親父が俺やヒューバートのことを思ってくれたように、そして今でも俺の心の支えになってくれているように、お前の支えでいられるようになりたいんだ。小さい時は俺の方が子供だったから、ちょっとおかしな親子だけど。おかしくないよ、とっても嬉しい。兄さんの子供になるなら僕とも家族ですね。そうなると弟くんはおじさんになるのか。なとなれば、未来のためにモンスターの脅威を取り除かないといけないな。人の存在は罪。永遠を誓えない生き物、曖昧な言葉を信じてはダメ。どうしてそんなこと言うの？あなたは誰なの？